それではパート3の CBT でよく問われる横断の考え方はどう整理するというところの2問について、えー、解説していきたいと思います、えー。こちらの問題5と問題6については、どちらも横断が主層になっているような問題になります。えー、この横断というのはですね、横断をきたす疾患の数で言うとあの、それなりに数がありますので、えー、いきなり疾患が何なのかというところを考え始めてしまうとですね、その鑑別の進め方というのがなかなか難しくなってしまいます。 ですので、次のページで整理しているんですけれども、まずこの3つのですね、病態に分けて整理していくというところを癖にしていただくと、まあ、先ほどのような問題もスムーズに解いていくことができると思います。では、この動弾の具体的な鑑別なんですけれども、溶血性貧血と肝機能障害、閉塞性横弾、こちらのですね、3つの病態に分けて整理していくと良いかと思います。この3つを区別していくポイントなんですけれども、 一般的によく行われる採血や尿検査といったような所見でですね、ある程度判別をしていくことができます。まず最初に見ていくべき値は血中ビリルビンになります。えー、横断というのはそもそもビリルビンが上昇することによって、えー、出現してくる証拠なんですけれども、このビリルビンが関節ビリルビン優位であるのか、直接ビリルビン優位であるのか、まあ、これによって、えー、この溶血性変血を、えー、その他のところにですね、線引きをしていくことができます。 えー、溶血性貧血の場合は関節ビリビン有位になりますし、肝機能障害については、えー、肝機能障害と閉塞性を害については直接ビリビンが有位になってきます。尿中ビリビンというのも参考になってきます。この尿中ビリビンと血中ビリビン、どちらが有位になるかというのは対応があります。えー、直接ビリビンの方はですね、水溶性ですので、尿中にも出てくる、尿中にも出現して、 え、肝機能障害や閉塞性横断といったような直接ビリビンが優位に上がってくる病態については、尿中ビリビンも陽性になってきます。そしてもう一つ参考になってくるのが、血中の AST、ALT、アルホス、ガンマ g t といったような肝単動系酵素の値になります。これはですね、溶血性貧血の場合は、肝臓や単道の疾患ではありませんので、基本的にこれらの値は上がりません。 ただ、例外的にですね、AST については上がってくることがあります。これは肝臓の細胞由来のものではなくて、赤血球の中にある AST が出てくることによって、この値が上がってくることがあるということになります。肝機能障害と閉塞性オーダーについてはですね、いずれも上がってくる可能性というのがあるんですけれども、肝機能障害の場合は特に AST、ALT が 閉塞性横断の場合は、アルホスやガンマ GT が優位に上がってきやすいというのが採血上の特徴になります。それぞれのですね、病態における鑑別疾患はこちらに挙げているようなものがあります。ですので、まずあの横断の問題が出てきたら、この3つのどれであるのかというのをえまず考えて、そこからですね、具体的にじゃあどのような疾患がそこに挙げられるだろうというような順番で考えていただくとですね、いきなり1個1個の疾患を考えて良くなります。 一塗り一個一個の疾患を考えなくて良くなりますので、えー、スムーズに解いていくことができます。なお、この肝機能障害と閉塞性横断については、まあ、どちらもですね、この肝単動系酵素がどれも上がってくるという可能性もあります。どれも上がってきて、肝別が難しいという場合はですね、区別できないという場合は、超音波の初見に行ってですね、閉塞性横断の場合は、閉塞しているよりも 上流の単動拡張がこのようにですね、見られるようになってきますので、こちらの所見を参考に、どの病態であるのかというのを区別するようにしてください。この黒く太く映っている部分が拡張した単動ということになります。では、こちらの内容を踏まえて先ほどの問題を解いていきます。まず5、問題後の62歳男性腹部手流と横断ですね。横断ときたら、溶血、肝障害、閉塞性横断の3つを鑑別していきます。 3ヶ月前からの発症ですね。横断によって皮膚のかゆみというのも出てきます、えー。採血所見の記載はないんですけれども、腹部超音波にて太くなった肝内胆管を認めるということで、まあ、この記載でですね、横断の原因は閉塞性横断だというふうに考えることができます。ただ一方で胆の肥大は認めてないということですね。これは何を意味する所見かと言いますと、このように胆管があって、胆、え、のー、管があって、胆のがくっついてて、 その単管は12章のところに開口しているというような作りになっているんですけれども、この単能管が単管に合流してくるこのチューブ単管よりも、そこよりも上流側に閉塞があって、なので単能の方には影響がなく肥大してないですよというような所見になります。つまりこれは閉塞性オーダーの中でも単能管より上流の閉塞ですよということを意味する所見になります。ですので、これらを合わせて 最も考えられるのは、えー、この上部胆管癌、えー、ということになります。では続いて問題6です。33歳男性で、えー、会社の同僚に皮膚が黄色いことを指摘された、まあ、横断ですね。えー、横断の証拠になります。横断ときたら、溶血、肝障害、閉塞性横断と、えー、3つの病態を鑑別していく必要があります。真、ま、っ、あ、先に見るのはミルニミンですね。 総ビルビンは上昇しているんですけれども、関節ビルビンの方が優位に上昇しています。ですので、この時点で溶血というふうに考えることができます。溶血を指示する所見としては、AST や、えー、あとはですね、赤血球が壊れて中にある LDH が出てくることによって LDH が上昇するといったような所見があります。こちらの症例の場合、AST の上昇というのは見られませんが、LDH は著名に基準範囲を超えて上昇しているという所見が見られてきます。 ですので、やはり、この関節微微の値から読み取ったように、溶血の病態が考えられるものになります。選択肢の中で、溶血を示すような疾患というのは、愛の自己免疫性溶血性貧血が当てはまるというようなことになります。このようにですね、あの、横断という書祖で来られた場合、いきなり疾患をこう考えるのではなくて、まずは溶血、肝障害、閉塞性横断の3つの病態の中のどれかということを考えていくと、 スムーズに解くことができるようになります。